えじこ木製えじこわら製えじこは、かつての農村で、乳幼児を収納するために用いられた容器である。藁を編んで、筒状にしたものだが、木や竹で作られる場合もある。地域により、いじこえんずこえずめえじめ、いずみいずみきこしきいぶみつぶらつぐらちぐらふごよさふごとも、呼ばれる。農作業などで家を長時間離れなければならないとき、屋内、または、 作業場近くに乳幼児を安全に据え置くための道具として使われていた。乳幼児がおもらしをしても後始末が楽なよう、絵事庫の底には灰、藁、もみ殻、海藻、木炭などを敷き詰め、その上におしめや柔らかくした藁、いぐさでできた湿付きなどを敷いて乳幼児を収める。さらに絵事庫から抜け出さないよう布団や布切れなどで包み固定していた。 そのため、エジコでの育児は、幼児の下半身の発育が妨げられたり、不潔な状態で長時間放置されるなどの問題がある。米飯の保温用、ナた、ノコギリ入れ、山菜取りにも使用した。現在では、どの地方でもエジコを使用する習慣はなくなっており、従来の藁でエジコを作る技術が失われた、ため新たに入手することは、ほとんどできない。一方で、 新潟県の山間部では、エジコ作りの技術を用いた猫専用のエジコ、猫茶ゃぐが生産され、愛病家の人気を博している。ありがとうございます。